宮崎県などを襲った地震の後に気象庁が南海トラフ地震の臨時情報を出しました。まあ、巨大地震が発生する可能性が高まっているということなんですね。不安を感じる方も多いと思いますけれども、万万が一の時にはどうするのか、どのような備えをしたらいいのか、ご家族との連携などについて再確認をお願いしたいというふうに思います。さて今夜はですね、自民党総裁政治スペシャル第3弾なんです。今夜のゲストはですね、進撃するコバホーク前経済安全保障大臣の小林鷹之さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。この進撃するコバホークって誰がつけたんですか？いや今初めて聞きましたけど。進撃するっていうのは、でもコバホークってよく言いますね。はい、どなたが言い始めたんですか？誰ですか？まあ、自分で言い始めた気もするんですけど、なるほど。ただ、アメリカに、計5年住んでたんですけど、その時に私の名前が鳥の鷹行きなので、ホークっていうふうに呼ばれることが多かったんですよね。ホーク、なので、コバホーク、自分の今のその X、はい、もうアカウント名もなのでコバホークになってますね。あ、お気に入りなのね。お気別にそれほど気に入っているわけではないんですけど、なんか最近は取り上げていただいて、ありがたいなと思います。どんなふうなイメージでご自分自身を捉えていらっしゃる？私自身ですか？セルフイメージってものすごく大事でしょ。安倍さんは私は戦う政治家っていうことをいつ もう心の中で、なんだろうな、この確認してらしたと思うんですね。でやっぱり人間ってその心が反映していろんな行動に移るものですから、もう安倍さんは本当に戦う政治家で一生を終えられたと思うんです。だからその小林さんがどんなふうなセルフイメージを持っていらっしゃるか。私のセルフイメージはぶれない、ぶれない、芯をぶらさない、そういうことは心がけているので、はい、その芯って何ですか？あなたのぶらない芯、はい、この芯は何によって作られている？それはやっぱりこれまで、本当に幼少の頃から、育てられてきた、その過程の中で、いろんな経験しました。その中で、特に私の人生の中で一番大きかったのは、大学のボート部だったんですよね。4年間埼玉県の戸田市の合宿所で、合宿生活で、朝5時から練習始まって、夜中の9時半には消灯っていうのを、4年間繰り返したんですけども、朝5時半から夜中の9時半、1日3回10時間ぐらい練習するんですけど、ボート漕いで、ご飯食べて、寝て、ボート漕いでご飯食べて寝てっていうのを1日3回繰り返すっていう、非常にシンプルな生活だったんですけども、その時に他のこのことを全て、ある意味捨てて、そのボートというのを徹底的にのめり込んだんですけれども、4年の時にはキャプテンとして100人の部員を率いるような立場にありまして、その時にやはりいろいろこの辛いこととか迷うこととか、やっぱり100人もいるんで結構難しかったりするんですけれども、その時にただこの仲間と共にこの一つの目標に対してとにかく心を一つに向かっていくんだっていう、そこのなんていうんですかね、こだわりというか、その大学時代に特にその自分の人格形成という面では、自分の芯をぶらさないというか、芯を作るというところは培われたんじゃないかなというふうに思います。コバホークさんは東京大学ですよね。はいはい、東京大学のボート部で、1日10時間漕いで食べて寝て、漕いで食べて寝てを繰り返して、それで留年したんじゃない？一回野党自民党が今の党の綱領を2010年に作ったんですね。それは私時折読むようにしてるんですけれども、自助、共助、公助、自主、自立っていうところと、保守の思想というものを日本の保守とはこういうものだということをバッチリ書いてあって、あ、やっぱりこの政党で今も良かったなっていうふうに思えるような、今その自民党は本当に支持率非常に低下して厳しい状況にありますけれども、
この今の党の綱領にしっかりと自民党が戻れば、うん、私はこの自民党の未来っていうのは、うん、まあ、切り開いていけるんじゃないかと、まあ、それぐらい素晴らしいものだと思います、うんうん、その時の党の綱領の中でやっぱり一番その胸に響いたのは憲法の下りですか、どこで。やっぱり憲法のところです、それとやはりその保守っていう思想が書いてありまして、うん、それは人間というのは間違いうる存在なのだと、うん、だから自分一人の小さなその知性に頼るんじゃなくて、うん、まあ、民主主義という大勢のその知恵を頼ると、うん、しかしでもその大衆も間違う可能性があるから、先人が積み重ねてきて、うん、この英知の結集でもあり、うん、この時代という風雪に耐えて残っている伝統や文化や慣習を大切にしようと、尊重しようと、うん、でそのそれを大切にしながらできるだけその今の仕組みというものをできるだけ活用していく、うん、で時代に合わないところは変えていく、うん、なので急進的に今までのものを全てバッサリ否定して、うん、改革という名のもとにとにかく変えちゃって、で振り返ったら何も残ってないみたいな、うん、無秩序しかないっていうのはもう最悪の話で、うん、だからそのできるだけこのトークを見据えて、うん、国の姿というものを見据えて、うん、できるだけ手前から少しずつこの舵を切っていく、うん、私自分の人生経験でね、はい、本当に壁がいっぱいあってね、苦労した時にはねもう悩まずに自分の信念を掲げてね突破するしかないです、はい、戦うしかないのよ、はい、安倍さんは戦う政治家だったのよ、はい、あなたはどうですか。いや私も基本的に戦います、戦うタイプだというふうに自分では思ってますので、はい、そこはそういうふうにお答えしておきます、はいはい、まあ、憲法審査会は先ほど時間がちょっと足りないんじゃないかと申し上げましたが、うん、現実に例えば衆議院ですと毎週木曜日に、うん、1時間半、議論するだけなんですね。でもそれだけだとやはりなかなか進まないと思いますので、うん、まあ、それは他の党との調整も必要なんですが、もう少し例えば開催頻度を上げる、うん、あるいはその1日やるときにもう少し時間を取って議論する、うん、まあ、そうすることだけでやはり議論ってもっと早く煮詰まっていくと思いますので、うん、とにかく自民党としては、それから私の気持ちとしては1日も早く発議、うん、にこうその環境を整えたいなというふうには思っています、GHQ が、ね、この憲法を作ったのたった1週間ですよ。そうです ね、はい、もう本当にコピペ、あっちから借りてきて、こっちから借りてきて、はい、泥縄の典型例ですよ。1週間で作ったのを我々はね、もう何十年かけて、約80年かけて、はい、まだ一言も改正できていないってことは、やっぱり我々の側に、日本国民の側にも政治家の側にもですね、もっともっとこの熱量というか、ある意味の憤りですよね、はい、このトランプさんだろうがハリスさんだろうが、うん、この日本の外交安全保障のその基軸となるのは日米同盟でありますから、その日米同盟の価値、うん、まあ、英語で言うとこうレレバンスっていうんですけど、うんうん、この価値をいかにして高めるのか、うん、それは日本の努力でやっていかなきゃいけないと思ってます、うんうん、で桜井先生の問いに答えますと、まあ、トランプ大統領になったらどうするか、うんうん、これはトランプさんという方は、まあ、おそらく私は直接会ったことがないので、伝統的な多分外交手腕というものがなかなかこの効果があるかどうかわからないというか、非常にこのキャラクターが立っている方ですので、それこそ安倍総理が心臓となるので、この残してくださったこの両首脳の元首脳のレガシーをしっかりとベースにして、その関係を少しでも積み増していくということだと思ってます。したがってトッププライオリティになるのはこのトランプさんと新たな総理の間で個人的な信頼関係をどれだけ積み重ねることができるかということがまず一つあると思います。でもう一つはトランプさんが日本に対してどういうふうにこう働きかけをしてくるかっていうのは、うん、多分いろんなその手法というか対象があると思うんですけど、どういう時であっても先ほど申し上げたように事前に準備をしておくこと、アメリカから言われたからはいやりますっていうような国であっては当然いけないので、日本としてアメリカにとってこの何が切れるカードなのか、あるいはアメリカにとって日本が
必要な分野、どうしても必要な分野って何なのか、それはいくつもあると思うんですけど、私が経済安全保障でやってた時に意識をしたことはまさにこのことで、この日本の脆弱性を解消すると同時に不可欠性と、戦略的不可欠性というふうに呼んでたものがあって、それは簡単に言うと日本の強みなんですよ。他の国がこの分野は日本がいないと成り立たないよね、日本が絶対に必要だよねっていう日本の強みを一つでも二つでも戦略的に増やしていくこと、財務省の考え方そのものについて、私は、金融の専門家でも何でもありませんけども、国民の視線から見てね、財務省ってやっぱりちょっと間違ってんじゃないかと思うんですが、この財務省批判ということではなくて財務省の政策についてはどう思いますか？まず今きっかけとなったの利上げについて簡単に申し上げると、やっぱり今回その日銀の副総裁もご自身で今回のその利上げというものが、結局結果として株価の大幅な下落につながったということを認めてらっしゃるので、そこについて相当あれ日銀にとってショックだったんでしょうね。まあ、そうですね、そういう幹部がそういうのを認めるというのはなかなか私も聞いたことないので珍しいと思うんですけども、やはりこの金融政策この方ですね、そうですね、金融政策は非常にやっぱりマーケットに当然大きな影響を与えますから、マーケットとの間でやっぱり丁寧な安定的なその対話をしていただきたいなというふうに思います。で、財務省の政策といった時に、財務省もいろんな政策やってるんですけども、いわゆるその財政健全化という意味で申し上げると、私はまず明確に、私自身のスタンスっていうのは明確にしておきますと、常にやっぱり経済が財政に優先するんです。経済が財政に優先する、するんです。なのでその 経済成長しないと、財政とか社会保障の持続可能性だってそこは生まれてこないので、とにかく経済成長が最も重要だというふうに私思っているんですね。だからその経済っていうのは非常に、経済って生き物ですから、その財政政策も金融政策も、その時々のその経済の状況に応じて柔軟にやっぱり対応しなければいけないと思ってます。したがって財政健全化が必要、全く必要じゃないとは思いませんけれども、ただその財政のその健全化とかその均衡というものに過度にそれをこだわりすぎてしまうと、結果としてその経済が冷え込んで、経済が冷え込むということは国力が落ちるということですので、そこはやっぱり慎重に考えなきゃいけないというふうに思ってます。皆様ご存知ですか？もう今週の出来事という特別番組が始まっています。なぜこの番組をするようになったのか、私自身の経験に照らせば、私昔は全然ニュースのことを分からなかった。でも本当にいろいろ読んで、ニュースの何て言うんでしょうか、内実が分かるに従って、世の中のことが本当に見えてくるようになりました。そのための今週の出来事です。皆さんも共有してください。毎週土曜日ホームページで言論テレビの会員の皆様に配信しています。ご覧くださいね。言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。日本国が今本当に100年に一度もしくは200年に一度の重大な危機に見舞われていて、そして唯一の同盟国であるアメリカがもう確実に変わりつつある、そうです、中国が確実に覇権主義に走っている、そうです、その中で日本国が一体どうやって生き残るのかという、もう最も深刻な問題を突きつけられています。そうです、その時に問われるのは、私たちがこの国をどのような国にするのか、自力で国民を守り国土を守ることができる国にするのかどうか、そのためには何をしたらいいのか、一番明らかなのは憲法改正です。会員になっていただきますと、桜井キャスターの君の一歩が明日を変えると、花田編集長の右向け右の動画をいつでもオンデマンドでご覧いただけます。さらに桜井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々990円または1年で1万1000円です。
桜井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。正会員のサービスに加えて、桜井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど、言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。月刊花田編集長の花田和義です。今一番聞きたいことを一番聞きたい人に聞く右向け右という番組。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田長所なるものをね、そのしかもその長所を公開しろっていうことをね、他の長所も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その長所をじゃあ朝日が入手してね、公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田長所公開したらいいじゃない、全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。